キャベツ、キャベツ、おいキャベツ、キャベツ、おキャベツ、キャベツ。お前何やってんだよキャベツ。何やってんだよキャベツチャンネル。何やってんだよ。見たぞ。動画見たぞ。DJ ソアライズをぶった切る動画見たぞ。お前何やってんだよお前。ちゃんと最後まで見たぞ。何やってんだ、何やってんだよお前。何が DJ ソアライズをぶった切るだよ。何やってんだよ。これね、動画見てない人は概要欄に貼ってるんで、キャベツチャンネルのチャンネルとキャベツチャンネルの動画 DJ ソアライズをぶった切る、そして先日コラボ出演させていただいた僕のキャベツチャンネルでのコラボ動画のリンク、そしてキャベツチャンネルのお二方、唐揚げのチェキ氏、焼きおにぎり氏のチャンネルも貼ってあります。で、僕の以前出ていただいた僕のチャンネルの唐揚げのチェキさんが出てくれたコラボ動画のリンクも貼ってるので、まだ動画見てない方は見てください。でチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしておい、見たぞキャベツチャンネル。もう何やってんだよお前。 DJ ソアライズをぶった切る、お前何やってくれてんだよお前。お前ベタ褒めじゃねえかよお前。何やってんだよお前。ちゃんとぶった切らなきゃダメだろお前。何やってんだよお前。ニタニタして見ちゃったじゃねえかよお前。3回は見たぞ。何やってんだよお前。3回目なんかお前3倍速で見て、お前声裏返っちゃったよお前。バカ野郎。3倍速ないか、標準で見たんだけど。何やってんだよお前。3回見ちゃったよお前。高評価グッドボタン3回押しちゃったよお前。何やってんだよお前。ベタ褒めじゃねえかよお前。嘘でもいいからお前ボロクソにお前プルボッコにしろよお前。何やってんだよお前。びっくりしたよ本当に。いきなり動画おすすめ出てきて見たら、ああ何か何かなってワクワクして見てたら、めちゃめちゃ褒めてるじゃねえかよお前。嬉しくなっちゃったじゃねえかよ。誰が喜ぶんだよっつって。もう嘘でもいいからもうぶった切らなきゃお前。最終フェーズに畳みかけるみたいなね、全盛期のカチカチの尖り切ったなんだろう、唐揚げのチェキ氏と焼きおにぎり氏、もう二刀流だよね。もう唐揚げのチェキ氏はアルテマヨポンとライトブリンガーで、焼きおにぎり氏はエクスカリバーとラグナロク持って、乱れ打ちでしょ二人で。もう乱れ打ち二人で二刀流で、もうワンワンワン、もうクリティカルヒットもバンバンバンで、もう究極奥義オーバーフロー審議、もう D 角使ってもうフルボコボコにするっていうね、異界送りにするみたいなぐらいをねやってくれてもよかったんですけど、ありがとうございます。動画の方見させていただきました。面白かったですね。はい、すごい面白かったです。いい感じにねいじっていただいて、話題にしてくれて本当にありがとうございます。で、コラボ内容だったんですけど、すごい楽しかったですね。チェック概要欄に貼ってあるんで見てもらったら分かるんですけど、唐揚げのチェキ氏と焼きおにぎり氏3人でトーク番組ってことライブ配信でやらせていただいて、長尺になったんですけど、僕がね普段すごい喋るんで、すごい長尺ですごい気を使ってくれたのかなと思うんですが、完全にあれでしたね、お二方懐の大きさというか、すごいね優しいんですよね。あと空気をすごい読んでくれるっていうか、特に焼きおにぎり氏とは僕初対面の話で打ち合わせもほとんどしないで、動画内でもおっしゃってましたが、初見の反応をね楽しんでもらいたいっていうのは、僕もそれすごいあるので、初見でのリアクションっていうのをすごい大切にしたかったから、ほとんどどういうのやるんですかとかも一切聞かないでやってたんですけど、トークテーマのチョイス、ファイナルファンタジーのね好きなキャラクターっていう意味で、動画の方はネタバレになるので動画の方リンクで見てくれたら嬉しいんですけど、一つのねテーマでシンプルなんですけど、あれだけでこう2時間ぐらい話せちゃうっていうぐらい、すごいね僕の多分特性とかをこう理解してなのかどうなのか分かんないんですが、すごいね話しやすいテーマにしてくれてて、で広げやすいっていうね、すごいね頭いいなと思いましたね。そしてなおかつ僕コラボ相手を呼んで、僕とかをすごいこう話しやすい、たくさん話しやすいような空気感をすごい作ってくれるっていうね、焼きおにぎり氏とかのねチェケ氏の掛け合いの中でこうなんだろう、ゲストというかこうコラボ相手の方にすごいこう困らせないというか、
すごい話しやすい環境作りっていうのをすごい作ってくれて、すごいシンプルかつこう簡単そうに見えるんだけど、あの空気感作るのってすごい難しくて、あれがすごいね話しやすい、すごいやりやすかったですね。本当にびっくりしました。そして、まあ、僕も結構尖った感じでこう損得なしにこう物事言っちゃったりするので、相手が言っていることの否定的に捉えちゃうかもしれないけど、反対側のことも言っちゃうで突っ込むいじる、まあ、エンタメ要素も含めてなんですけどやるんですけど、焼きおにぎり氏をこう突っ込むところなんですが、まあ、どっちこうハマるかなと思った時も自虐的な感じでもそうですし、ノリツッコミじゃないけど話をこう乗ってきて拾ってくれて、そこをこう返してくれるっていう、あの空気感のこう、まあ、さすがだなと思ってるなと思いました。多分相当多分コミュニケーション能力多分高いんだろうなっていう、もともとの多分あの多分頭いいんだろうなっていうか大人なんだろうなと思うんですけど、感情的にならずにこう話を進めてくれるっていうの回し方素晴らしかったです。とても話しやすかったです。お二方のねあの懐の大きさというか優しさをとても感じました。あとトークのねあの空気感の作り方、これは本当にすごいなと思いました。すごい簡単なことなんですけど、やろうと思ってできることじゃないので、まあ、気を使わせちゃったのかもしれないですけど、気使ったりしてやろうと思ってできることじゃないと思うので、本当に、ね、気を使わせちゃったのかもしれないですけど、すごい楽しく話すことができました。はい、そんな感じであの緊急に動画撮ったんですけど、あの唐揚げのチェケさん、焼きおにぎりさん、今回もありがとうございました。であの動画をね出してくれたので、 DJ ソライズをぶった切るっていうことで楽しませるネタをね提供してくれたので、こちらもねアンサーとしてこの動画を作らせていただきました。だけどおいふざけんじゃねえよキャベツチャンネル、怒ってるかんだ、もう何やってんだよ、全然ぶった切ってないだろ、もうふざけんじゃねえぞ DJ ソライズをぶった切る、もうこれ僕だったらもう何言われても褒め言葉、怪我しないしダメージ受けないから、おい適当にもうガンガンやっちゃってよかったのに、おい怒ってるかんな、許してないかんな。そこで一つ DJ ソワレズから提案がある。 DJ ソワレズこっちのチャンネルメロージャム TV、 まあ唐揚げのチェケさんはもう出演してゲストを呼んだことがあるんですが、スクエアアップエンタメ系のトーク番組キャベツチャンネルで出てみないか。そう、僕は結構自分で喋りすぎちゃった、僕はもっとね唐揚げのチェケさん、焼きおにぎりさん、めちゃめちゃ喋ってるところ、僕はねワインでも飲みながら、もちろんお二方も飲めるなら飲んでもらって、そんなエンタメトーク番組二人を主体にしたキャベツチャンネルスクエアアップに出てみないでしょうか。出てみてください。そして面白いね動画になるんじゃないかなと思います。今日そんな感じです。ありがとうございました。 DJ ソーライト